さあ行きましょうか本題、うん、調査アンケートコーナーでございます。テーマ、日常生活でエッチな気分になるということで、どうですかね普段は。なるなる早い早いね。なる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 、うん、どんな時になるのかっていうのをね、うん、男の人女の人に聞いて、うん、それをみんなで討論していくっていう感じなんですけど、あの見てる方もぜひ俺なるよとか、うん、こんな時なるよ、こんな時なるとかね、うん、女性の方も私こんな時になっちゃうっていうのを教えてください、うん、女の人ってあるよ。あるよね、あるよね、急に来る時あるよね。でもあれやっぱ時期もあるよね、女の子の日のとか、あ前の日、前の、うん、なる前とかが結構ね、うん、お盛んっていうかガーってくるね。なんかちょっとしたことでムラムラしますよね、うん、じゃあ早速男性に質問したところどんな答えになったかっていうのをね、はい、聞いてみましょう。こんな質問しました。男性に質問、日常生活の中でエッチな気分になることはありますか、うん、ということで、まずあるかないかで、うんうん、聞いてみました。時々あるも含めてこちらです。じゃん、ある 54%、 時々が 43.4、 ない 2.6。 ない人って何なの、おじいちゃんに聞いたのこれおじいちゃんじゃないですもんね、おじいちゃんではないんですけど、ある、でも時々、ほう、だ結局9割あるってことでしょ。9割はある。あ、書いてある、愛ちゃんに足ぶつけられたりするとなるぶつけてないでしょぶつけてますか。あ、私のブログでなるとかね、うん、満員電車だった、だって満員電車、あ、でも分かる、満員電車じゃないけど、うちなんのが、あ、でも男の人やもんね、いいよ、女の人も後から出てくる、あ、じゃその時に言うわ、めっちゃ焦らすやん全然興味ないけど、ね、焦らして聞きたい話でもないからいいよ今言っちゃって、ね、満員電車のあれは分かるわ、うち、うん、エスカレーター、エスカレーター、エスカレーターの上りでちょうどいい背中、男の人の背中があったらもうこうやってやりたくなる。嘘でしょ、ほんま全然ない、それ見てへんからやで、いい背中、いい背中いい背中があんねん。今結構何人か見た、見た見た見た、で私は見てないんだ、一回見てないと嘘、自分のことしか興味ないからだって、確かに私だからこのエスカレーターあるじゃん、うん、あ、私見られてないでしょこっちばっかでもスカート、最近その盗撮のね、うんうん、ニュースとかやってて、うん、絶対見られて、こうやってキュッてやってて、なんか嫌な感じの人、うん、すんげえなんか自意識過剰な女みたいな、うん、いるんだ、あるある、あのね、ほんまちょうどいい背中があんねん、こう大きさといい、こうなんていうの、こう肉のつき方とか筋肉とかそんなのつき方が、うん、あのワイシャツとかそんなんから分かんないし、服から、それがちょうどいい人がおんねん。逆三角形ですか？いや、そこまでそんな、うん、あのきっちりされてないけど、別にこだわりはないけど、うん、こだわりないけど、なんかあんねん、あ、いい背中っていうのが、パッと顔見たら最高、顔とかだから絶対見ひんそこも妄想だけで終わっとくっていう、うん、登録ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。登録ニコ生ラブリサーチ。